マーシャル法廷を変えた男は2017年のアメリカ合衆国の伝記映画。監督はレジナルド・ハドリン、主演はチャドウィック・ボーズマンが務めた。1967年にアフリカ系アメリカ人として史上初めて合衆国最高裁判所の判事に任命されたサーグッド・マーシャルの若き日の弁護士時代を描いている。本作の主題歌、スタンダップ・フォー・サムシングは第90回アカデミー賞の歌曲賞にノミネートされた。日本では劇場公開されなかったが、Amazon で配信された。1940年。全米黒人地位向上協会の弁護士として活動していたサー・グッド・マーシャルは人種差別が原因で不当に告訴された人々を救うべく全米を飛び回っている。ある日、ニューヨークにある事務所に帰ってきたマーシャルは弁護の依頼を受けてすぐにコネティカット州へと向かう。運転手として働いていたジョゼフ・スペルは雇い主の白人女性であるエレノア・ストルービングからレイプ容疑で告発され、その一件は新聞の紙面を賑わせるほどの注目を集めていた。マーシャルはジョゼフの無実を証明するために法廷に立つこととなる。ブリッジポートに到着したマーシャルは、現地のユダヤ人弁護士であるサム・フリードマンに協力してもらう。黒人であるマーシャルが被告側の弁護士を務めることに関して難癖がつき、彼は裁判中の発言権を取り上げられてしまう。やむを得ず、フリードマンが彼の代わりに、スペルの主任弁護士を務めることとなる。マーシャルは、メモ書きを通して、フリードマンに的確な指示を出していく。スペルは、マーシャルに、私は、ストルービングさんに、性的な行為をしたことはありません。事件が起きた日の夜、私が車を運転していると、パトロール中の警官に呼び止められましたと語る。マーシャルとフリードマンは、レイプされた後、スペルの手で自動車の後部座席に縛り付けられたというストルービングの証言の真偽を検証するために、ストルービングが川へと突き落とされた橋を実際に訪れる。現場を見た二人は、ストルービングの証言に不可解な点を発見する。その頃、スペルは被害者側から和解を持ちかけられていた。和解しようとしたスペルだったが、マーシャルから無実なのに和解する必要はないと言われなんとか思いとどまる。しかし、法廷の場でストルービングの爪の間と傷口から皮膚片が発見されたという医者の証言があり、一気に旗色が悪くなった。マーシャルとフリードマンがスペルを問い詰めたところ、彼は嘘をついていたことを認める。身体極まったスペルは、証言台で真実を語り始める。括弧内は日本語吹き替え2015年12月中旬、本作の主要撮影がロサンゼルスで始まった。2016年1月上旬にはバッファローに移って、撮影が続行されることとなった。2017年9月20日、サー・グッドの母校である、ハワード大学で本作がプレミア上映された。本作は、ハッピーデスデー、ザ・フォーリナー、復讐者、ワンダーウーマンとマーストン教授の秘密と同じ週に公開され、公開初週末に$300万から$400万を稼ぎ出すと予想されていた。2017年10月13日、本作は全米821館で封切られ、公開初週末に$300万を稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場11位となった。本作は批評家から高く評価されている。映画批評集積サイトのRotten Tomatoesには124件のレビューがあり、批評家支持率は 83%、平均点は10点満点で 6.7 点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、マーシャル法廷を変えた男は実在の人物の初期のキャリアに焦点を当てている。それは啓発的であり、上質な演技に支えられたものである。また、昔ながらの法廷ドラマとしても娯楽性があって、面白い、となっている。また、メトクリティックには33件のレビューがあり、加重平均値は66、100となっている。ローリングストーンのピーター・トラバースは本作に4つ、母子評価で3つ星を与え、ボーズマンの鮮烈な演技のおかげで、マーシャル法廷を変えた男は、偉人の若い頃の感動的な1ページを見せてくれる。と述べている。ありがとうございます。